こんにちは、タイガーキャットです。今回も前回の動画に続きまして、奄美大島を離れて、熊本の球磨郡相良村川辺というところにある天宮神社を訪れました。この神社はですね、雨乞いの神社ですね。全国にも雨宮神社っていうね、読み方は違うにしろいくつか、あるようですけどもね、雨乞いの神社であり、そして、シャンシャンくぐりっていうね、岩をくぐり抜けるね、奥の院がありまして、これが御利益があって、幸せを生む、安らかに生む、金を生むっていうね、御利益で知られる雨宮神社です。はい、もうこちらもすでに動画の方ではもう近くのところまで車で来ております。で、ここがですね、このトトロの森とも言われていて、こんもりとね、盛り上がった森の頂上付近が神社になってます。なかなかユニークな形をしている場所にある神社です。で、周りがのどかな田園風景になってまして、この山のすぐ下のところですね、こちらにね、駐車場があります。で、ここでは掃除をねされている方いらっしゃいましたけども、ここは誰も止めておりません。こちらに駐車をさせてもらいます。はい、そしたらこの辺から登っていけるんですけどもね、ここが先ほど通ってきた道です。はい、手すりがありまして、ずっとね上まで、結構急な階段になっています。はい、鳥居をくぐると、はい、ここ、アニメが好きな方わかりますかね。ここですね、あの夏目友人帳の、詳しくないんですけども、4期とか6期のあたりのオープニングで使われている場所とそっくりな場所と言われているところです。はい、で、この階段をですね、112段石段があるようです。結構急なので、大変なんですけども、ここを登っていきます。で、この両側を見るとやはり結構この急斜面になっていますね。絶対に落ちないように気をつけながら登っていきます。はい、頂上に着くと神社の社殿があります。で、この一面木の根っこがねすごく張り巡らされています。おそらくこの周りに生えている杉の木の根っこなのかなと思いますね。ちょうどこの社殿のあたりが明るくなってますね。はい、で、この社殿のこの階段の付近にね、夏目友人帳で、夏目がね座っているオープニングの場面がありましたね。そしてこの社殿の裏の方に行くと、シャンシャンくぐりと呼ばれる岩の方へ向かっていくことができます。この階段もね急になってます。さらにこの右側本当にね急斜面です。怖いぐらい。はい、そしてこれがシャンシャンくぐりと言われている岩なんですけども、なんかちゃんとね組み上げたように見えるんですけども、おそらくこれ自然にできた岩ですね。この急斜面で
この大きな岩を積み上げることは多分人間にはね、不可能ではないかと思われますね。まあ、今の技術をもってすればできるかもしれないんですけどもね。はい。これはちょっと無理か。で、小さなね、祠がありまして、幸せを生む。安らかに金を生む。こういった、ご利益があるそうです。まあ私はね、こういったところは、まあ、ご利益はね、ほとんど信用してないんですけどもね。まあでも、どこかにね、ちょっとね、期待するところは、なきにしもあらず。9割方は信頼してないっていうか、当てにしてないっていう感じですかね。はい、社殿の方に戻ってきました。ここはですね、この雨乞いの神社として、知られてるんですけどもね、室町時代、相良家の 殿様がですね、日照りが続いて大変だった時にですね、熱心にここで、祈願をしたと。でもそれでも雨が降らなかったということで、句を読んだらしいですね。まあ、どういった句かというと、まあ、雨乞いの神社と言われてるけども、全然、ご利益ないじゃないかというような内容の句を読んで、で、その帰りですね、人吉城に向かって帰る、途中で大雨が降ってきたそうです。ということで、ご利益のある、神社。そしてね、またこれも殿様ですね、相良の殿様が、子供が授かったということもあったそうなので、まあ大変ご利益のある神社と言われているそうですよ。ではご視聴ありがとうございました。この動画が気に入った方は、いいねボタン、そして、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた。